インフラ DX の推進は2つの要素をしっかりやらないとうまくいきません。まあ、1つはインフラ DX を支えるソフトであるとか機材をしっかり充実をさせること、でもう1つがそういう道具をうまく活用できる人材を確保するという、まあ、この両輪がうまく確保されないと結果としてインフラ DX を進めるということが難しくなるわけであります。2024年3月27日北陸地方整備局に北陸インフラ DX 人材育成センターが開所しました。でこちらの方が、技術情報棟になってまして、その2階こちらの方が、人材育成センターの、研修ルームと DX ルームになってます。北陸インフラ DX 人材育成センターは北陸のインフラ DX の推進を担う人材育成および建設業の新たな働き方の情報発信拠点となります。研修ルームは高性能パソコンが12台設置され、BIM、SIM をはじめとする3次元モデルの操作、作成、編集など3次元データの取り扱い実習を行います。 DX ルームはバックホー、UAV、除雪トラックのシミュレータや VR などが揃い、整備局職員のほか民間技術者、自治体職員、学生を対象に講習会を実施するほか、情報発信の拠点として一般の方も含めて DX 体験ができます。それではシミュレータをご覧いただきましょう。建設業界では熟練の建設機械オペレーターの高齢化などにより人材が不足しています。建設機械の操作訓練には遠方の教習所に出かける必要があり、経験を積むための機会を得にくい状況にあります。その点バックホーシミュレータは様々な施工現場を再現し、操作訓練を安全かつ繰り返し行えるため若手オペレーターの育成に非常に有効です。インフラ点検などの現場で醸成される点検技術は、点検要領やマニュアルの二次元図、写真情報では単に知識の習得にしかならず簡単に身につけられません。そこで VR の活用により現場にいるかのような3次元空間で360度自由な視点で現場の損傷などをリアルに体験することができます。遠隔臨場とはウェアラブルカメラなどによって取得した映像や音声を利用し、遠隔地からウェブ会議システムを介して建設現場の施工状況の確認を行うことです。発注者は現地に行かなくても検査確認が可能となり、業務の効率化が図られます。また受注者は少ない人数で臨場できることから人手不足の解消が期待できます。UAV、いわゆるドローンは安全な飛行を行うために必要な知識と能力を身につければ誰でも簡単に操縦できる便利な道具です。しかし一旦飛行環境の悪化や機体のトラブルが生じると最悪墜落する事態となり、事件や事故につながる大きな影響を与えてしまいます。 UAV シミュレータによって実機では体験できない様々な状況、事例を学ぶことができます。一応ドローンを飛ばすときの飛行マニュアルで、はい、基本的な部分書いてあるやつだと、風速5メートル以上の場合はドローンを飛ばさないことになります。実際5メートル吹いたらどうなるかっていうのが多分あるんです。ああ、もう本当にさようならっていう状態になっちゃう。どこに行っていいか、はい、あなので風がやっぱり5メートル吹くような場合だと危険だよというか、実際5メートルの壁の中で飛ばすというのはよく危険なので、そういった体験がまあここでできる。除雪の現場では熟練技能を持つオペレーターの高齢化に伴う引退や新規入職者の減少により除雪技術の継承が困難な状況になりつつあります。このような課題を解消するため除雪機械の作業装置の操作自動化の開発に取り組み、さらに
除雪トラックシミュレータの活用により安全でリスクのない環境で効果的な除雪作業の基本技能を習得することが期待できます。これが実際の運転手から見た画角になります。センターラインからこの外に左側にある白いラインこの間を除雪するのがルールですから2台でやるのが一般的な除雪の方法になります。でも今回は指名場は1台です。屋外実習エリアではバックホーの遠隔操作実習が行われます。近年豪雨や地震による土砂災害などが頻発しており災害直後に不安定な斜面などで復旧作業にあたるオペレーターへの二次災害の回避が重要な課題となっています。国土交通省ではオペレーターの安全性の確保を目的としたバックホーの遠隔操作化を進めており災害現場などで活用しています。遠隔操作にはバックホーの基本操作に加え遠隔特有の操作技術も要求されるためこの度屋外実習エリアに操作訓練用の遠隔対応型バックホーを導入しました。最新のデジタル技術を体験しながら学ぶことができるそういう画期的な施設となっているわけであります。この人材育成センター整備局の職員のみならず自治体の職員また建設業界を担っていただいている民間の方々そしてさらには建設業界の将来の未来の担い手となっていただくような学生の方々にも広く活用をいただきたいというふうに考えているところでございます。